大喜利のツボ。このコーナーはドランクドラゴンさん。あタクちゃん、ヘイタクちゃん、大喜利だからな。違う人、違う人、違う人、シャウラーの人。大喜利のお題に浜口ありのツボクラ、そしてサヤネも答えますが、4人は回答に後乗せをしても解説で笑いを足しても構いません。そして最後に鈴木にも答えてもらいますが、鈴木は一発回答のみで笑かしてもらいます。3をつけてくれ。青井翔太くんお願いします。さて今日のお題です、東京都ペンネーム豆腐小僧からのお題、はい、ウルトラの父がウルトラの母に隠している秘密とは。ウルトラの父がウルトラの母に隠している秘密とは。秘密？何隠してるの？あーって。あー。してんのこの秘密。全然知らないんです。でも秘密があったら可愛いなって思いますね。可愛いがね。父可愛いです。犯罪歴が犯罪歴あるとか。そういうことですよ。さあ。ウルトラマンな。顔が見えるのがいいですね。なんか浮かぶから顔が。そうかな。いいかな。でももうスラスラ書いてる方もいれば。皆さん早いですけど。うん。さあ今日は今日ははい。できました。できますかね。笑えるかな。じゃあどなたからいきます。で俺から行こうか。じゃあ浜口さんからいきます。はい、ウルトラの父がウルトラの母に隠している秘密とは。地球人との間にウルトラマンジローという隠し子。マンジロー。超秘密だ。太郎ちゃうねや。太郎ちゃん。ウルトラマンはあのミツルって書いてある。ミツルマンジロー。ウルトラマンジロー。偽物っぽいな。マンジロー。マンジロー。衝撃の秘密。絶対に行かれへんよ。本当衝撃。マンジロー。じゃあ次、じゃあ有野さん、いきます。ウルトラの父がウルトラの母に隠している秘密とは。レーシック手術を受けた。あー秘密に言うたらええやん。目良かったよ、うん、目悪かったよ、悪かったよ、悪かったよ、悪かったよな。メガネかけるのもなんやしな、まあそうですね、受けさせたんだ。メガネはこっそり受けたんだ、うんうん、ちょっと目出っ張ってるやん。ウルトラマン、そうですね、レンズ当たっちゃうからね、うん、引っ掛ける耳ないからさ。ないそっか、こんな変なのある、うん、そうですね。さあどちら行きますか。じゃあせやね、ウルトラの父がウルトラの母に隠している秘密とは。ウルトラの母は別に全然タイプじゃない。面白い。やだ。そうなんや。財力もうしゃあなく、実は他になんかウルトラ一族の流れで結婚したんやな。流れで言われて、俺あのツインテール嫌ねん。なんかツインテール、ツインテール、あのツインテール何歳やねんって思われてんのかな。古いねん。古いね。あれ関西弁やね。じゃあつばくらさん行きますね、はいはい、ウルトラの父がウルトラの母に隠している秘密とは。バイアグラを飲まないとスペシウム光線が出ない。飲まへんかったらトローって。あれ勢力なの。そうだ、スペシウム光線って。若い方が飛ぶってことや、はい、飲んだ方がいい。飲んだ方がいい。キングなんか絶対出えへんや。飲んだ方がいい。それのハンマーも、だからハンマー持ってんのか。キングの方はな、うん、どう思う。さやねんは口笛吹いといていいよ。いいや、なってへん。本当でいいや。ちょっと書くの投げや。はい、じゃあ続きますよ、はい、最後。ウルトラの父がウルトラの母に隠している秘密とは。あの M78 星雲の隣の M79 星雲にウルトラの愛人がいる。あ、マンジロー。マンジローのやつ。カゴさんってその名は？その名は？その名は？ウルトラの、あの、ヨシコ。マンジローじゃなかった。マンジロー。マンジロー。マンジローじゃなかった。マンジローがよかった。繋がると思ったら。マンザブローかと思った。さあ、翔太くん。はい。今回のはどうでしょうか。ちょっと長いですね。長いですね。長いですね。本当に。今週の続きはもう一つでした。来週はバッチリ笑いが取れるでしょうか。